様こんばんは。毎日絶好調ドレミファちびくろ散歩。子供たちも実に今度この曲弾いてみる。なんと前向きに取り組んでくれるようになっております。励まして勇気づけ、先生がお手本を見せることで子供たちは喜んでレッスンに通ってきてくれております。先生の真似をして歌う、弾く、これがソルフェージュです。どんどん歌いながら弾いてみる、これが大切です。特に平音記号が難しい、読譜が難しい、これはとっても先生がいつもサポートしております。ちゃんとドレミで歌うようにサポートしております。わーお！子供たちはリズム、楽しい音や動物ジェスチャーが大好きなのだ。みんな先生の真似をして歌う、弾く、楽しく歌いながら弾くのが一番です。お子様の虐待、お年寄りへの虐待はやめて、女の人の丁寧に先生の敬ってね。毎日いろんな曲を日々練習しております。先生を敬うリスペクト、お年寄りやご両親のアドバイスを聞く能力、ちゃんとお母様方も知っております。ちゃんと先生の言うことを聞きなさい。落書きばかりしないで、ここへは何をしに来てるのとお母さんもちゃんと知っておられますが、ちゃんと靴の脱ぎ方に手洗い、ちゃんとご指導してくださるお母様も先生はちゃんと知っております。自分が好きだからやる、これが本来のピアノ教室のあり方だと思っております。誰に言われてやる練習より自ら進んで鍵盤に触れたがる。そうそう、できたわ、あなた可愛いわね。そうそう、
ちゃんとできるじゃない。難しい曲でもやってみようという気持ち、子供チャレンジ、これこそ本来のピアノ教室の姿だと思います。先生の爪の赤を煎じて、これは冗談ですが、毎日いろんな曲を練習しております。褒めて励まし、あっかん、ピー、いないいない、ばあ、子供たちが飽きない、だるまさんがコロンタ、あっち向いてふん、あじゃんけんぽん、生まれたで、たまご、3歳、あ、6歳、あ、9歳、なと、楽しめる、完璧よりもできたね体験、これが一番だと思っております。それではまた、毎日絶好調なのだ、本日は、リングの貞子、広瀬すず、綾瀬はるか、誰にしようかしな。昨日は確か、都はるみが、北の宿を引いておりましたが、本日は綾瀬はるかでございますね。交通安全もきちんと気をつけてくださいな。